チの時にあなたが思い出す言葉は、はあ、ピンチの時思い出す言葉は、キキはあれかもな。うん、キキだ。ダメだわ、もうダメだわ、ダメだ。え、ちょっと待って、キキ希望とかよくわかんないけど、ミラちゃんにお手本が欲しい、うん、ミラ、ちょっと待って。自分はこう長生きし続けますみたいな、とにかく生き続けます、はあ、私の全ての敵が死ぬまで、これですね、はあ、これに限る。だから病んだ時とか、うん、そう、やばん、うん、いや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 。では次、はい、はい、世の中捨てたもんじゃないなと思った話。まあ、キキはこれに尽きるかな。リスナーに会えたこと。そうだって、よかったね、みんな幸せそうでね。よかったね。ゆるちゃんは、やばい、思いつかないとちょっと捨てたもんになってしまうな。ね、あの、捨てられた世の中になっちゃう。捨てられた世の中になっちゃう。パッと思いついたのでいくと、ミナが住んでるマンションに、あの、小学校の5年生ぐらいの男の子が多分どっかに住んでるんだよね。はいはいはい。っていうのも、エレベーターで乗り合わせたんだけど、1階に着きます、で、ドアがファーって開くじゃん、そのエレ、開いたエレベーターの扉を手で押さえてくれてて、どうぞってね、ミラに手を差し出したの。なんかもう、ジェントル？え、そう、マジでキュンキュンしたの。あんまりないよね、そういう光景。びっくりした、うん、まあ、でもなんかそういうさ、うん、おじいちゃんおばあちゃんが手をつないで街中歩いてるの見るだけでさ、うん、すぐ死ななくていいかみたいな気持ちになるよね。ミラ、でも実際なんかおじいちゃんおばあちゃんの手を引いてることが見たことないんだけど。あれ、もしかしてスラムに住んでる？いやあれ、そのちなみにさっきのジェントルの子は格好だけ見ると結構スラムっぽいパンクな格好だよね。もしかしてスラムに住んでるがゆえに憧れの頭なのかしら。ああ、そうなのかもしれないかしら、それは。